皆さんこんにちは、大樹です。今日は陸前高田に来ています。はい、まあ、ここも昔は、うちなんかがいっぱいあった場所だと思いますけれども、まあ、津波のね、震災の津波の関係で、今工事してやっとこんな風になっていると。でこれからまたここにこう町ができていくんだと思いますけれどもね、ちょうど8月、まあ、広島、今日長崎にね原爆が落ちた日でもありますけれども、東京もそうですけれども、全くその大変な状況の中からこう立ち上がって街ができて、でそういう中に生きてるんだなというのをね、今このまさに復興している場所に来ると、いつも痛感をします。でなんか何でしょうね、感傷的になってもしょうがないんだけど、ありがたさというかね、誰かがやっぱり開拓をして、で思いを持って家を建てて町を作って、ね、でそういう中に生きてるし、だからこそその町を守って、でそこの上に新しいものをこの積み重ねていくっていうことのね、大切さっていうものをねひしひしと、感じるわけです。でなんかね、でもね、やっぱりどんな町でもそうですけど、町の人と話してみるとね、諦めないガッツがある。で、みんなでつながって前向きにやっていこうというね、そういうことが、我々のこのなんていうのかな、世界を作ってるんだなと、大げさに言えばね、ということを体験しています。またいろんな体験をして、戻って皆さんともねシェアしたいなというふうに思ってます。それでは。